はい。नमस्ते गुड मॉर्निंग おはようございます。वेलकम अगेन फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योग महोत्सव 2022 को तो प्रोग्राम संकार so today, day 12, day 12, नी में शंकर स्त्री दादा की ありがとうございます。सो टुडे डे 12 डे 12 जून नी नीチ नी नी में एंड क्लास नंबर 24 क्लास नंबर 24 न्यू योग को मेनो क्लास क्यों नो सेंसे वा सोपो सेंसे सोपो सेंसे ऑलरेडी हैड वन सेशन अबाउट रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन एंड टुडे शी इज गोइंग टू डू प्रैक्टिस टुडे थ्री क्लासेस जेम्बु नो क्लास प्रैक्टिस सेशन सो जेही जेम्बु सांकास के बुला सही एंड दिस वन इज गोइंग टू बी लेड बाय सोपो सेंसे सोपो सेंसे प्लीज योरश को नेगाई शिमासु हाय आ सुसेसे गोशोकारी गातो गोजाइमासु ए देवा ए 今日も皆さんと一緒に小文ヨガプロトコールあ、ありがとうございます。一緒に練習していきたいと思います。朝の時間になりますので、画面オフのままでもいいですし、もしよかったら応援して一緒にやっていければとも思います、えー。簡単なプログラムになっていきます。途中でパターン処リのヨガスータの説明も入れていきたいと思います。それでは、材の姿勢、皆さん一緒に取っていきましょう。 安定した座の姿勢、ステラ、スカ、アサナ。背筋を伸ばし、ご自身の心地よい姿勢で座っていきます。両手を膝の上に置いていきましょう。心地よい環境を整え、そこに座っていきます。そう、茶、三等車。体と心、心地よい状態で、ヨーガの実施、始めていきましょう。 頭首胴体が一直線両手心地よく閉じていきます顎は床と平行体全体の感覚を感じていきます感覚を感じることによって自然に緊張が解けていきます 呼吸を感じていきましょう鼻先に意識を向けていきます自然な呼吸の流れ今のご自身の心の状態に少し意識を向けていきましょうどんな感情が内側にあるのかどんな思いが起こっているのか 心と体、それをつないでいるのが呼吸です。ヨガではこの三つにアプローチしていきます。今一度ご自身の呼吸に意識を向けていきましょう。オウムチャンティングとともに始めていきます。胸の前で合掌。心地を空気を吸って。 おー二回目ておー。 三回メイキャステチャンティングの後の静寂に少しとどまります それでは両手をこすり合わせていきましょう。両手の間が温まったら一度からの方に乗せていきます。目を温めて顔を少しマッサージしていきます。それではすぐしまびわやま関節運動から始めていきます。一旦立位の姿勢をとっていきましょう。関節運動を体全体を緩めていきます。 両足適度に開いていきましょう。両手を腰の上に置いていきます。それでは体、えー、首と、えー、呼吸と体の動きを合わせながら行っていきます。首から動かしていきましょう。息を吐きながら首を前に持っていきます。吸いながら持ち上げて、吐きながら後ろ。吸って持ち上げて。 吐きながら前へ、首の後ろのストレッチを感じていきます。吸って、戻す。吐いて、後ろ。首の前のストレッチを感じて、吸いながら戻していきましょう。今度は横向きの動きを行います。吐きながら右。吸って、戻す。吐いて、左。 首のストレッチ感じていきます。吸って、戻す。吐いて、もう一度右。吸って、戻す。吐いて、左。右肩上がらないように。吸って、戻す。今度、ねじりの動きを行います。吐きながら、右。吸って、戻す。呼吸とともに感覚を感じていきます。吐きながら、左。 戻すもう一度吐いて、右。して、戻す。吐いて、左。して、戻す。回転運動を行います。吐きながら首を前に持っていきます。吸いながら右肩から後ろに。吐きながら左肩から前もう一度吸いながら右肩から後ろ。 吐きながら、左肩から前。今度は反対回り、吸いながら、左肩から後ろ。吐きながら、右肩から前。もう一度、吸いながら、左から後ろ。右から前。吸いながら、元の位置に戻っていきましょう。両手を下ろしていきます。リラックス。首の感覚を感じながら、とどまっていきます。 それでは肩の運動を行います。息を吸いながら両腕を頭上の方に持ち上げていきましょう。胸を大きく開いて背筋を伸ばして、吐きながら下ろす。もう一度、息を吸いながらぐーっと伸ばしていきましょう。心地よく吐きながら下ろしていきます。背骨の運動を行います。両足適度にバランスが良いように開いていきましょう。 息を吸いながら両腕肩の高さに持ち上げて吐きながら左側にねじっていきます吸いながら戻る吐いて右側にねじっていきましょう吸って戻すもう一度吐いて左背骨しっかりと感じていきます吸って戻す吐いて右 戻す吐きながら両手を下ろしていきましょうリラックス背骨の緊張を緩めていきますそれでは膝の運動を行います骨盤幅程度に両足を開き息を吸いながら両腕肩の高さへ吐きながらスコーツの姿勢立っていきましょう床太もも腕が平行息を吸いながら一度戻っていきます もう一度吐きながらスクワット。太ももを強化していきます。吸って戻る。吐きながら両腕を下ろしていきましょう。リラックス。適度に両足を開き、リラックスの姿勢をとっていきます。片方の手で片方の手首を持ってもいいですね。肩もリラックス。立位の姿勢でできる、完全に緊張を抜いた姿勢、とっていきましょう。 それではアーサナの実施を行います5センチほど開いて立位の姿勢を立って,ていきましょうターダーサナヤシの木の姿勢目いがある方はかかとを上げずに行うようにしていきましょう息を吸いながら両手を胸の前で組んでいきます息を吐きながら手のひらを外にし肘を伸ばしていきましょう息を吸いながら両手を頭上の方に伸ばしていきます胸を大きく開き背筋を伸ばしていきましょう 目線は正面、この姿勢で保持していきます。可能な方はかかとを持ち上げていきましょう。最終の姿勢、3呼吸から10呼吸。ヨーガアーサナ、必ず3呼吸から10呼吸、静止の時間をとります。アーサナ、姿勢という意味を持っています。 それでは、ゆっくりとかかとを下ろしていきましょう。組んだ手を離し、手のひらが内向き、吐く息とともに、両腕を下ろしていきます。手のひらを戻し、体の横前立位のせいでリラックスをとっていきましょう。アーな、ナ一つ一つの間に、必ず休息の時間をとっていきます。ーサナの原則になっていきます。 顔、肩、リラックス、胸周りの感覚を感じていきます。それでは、今一度準備の姿勢をとっていきましょう。ブルクシャーサナ、木の姿勢の実施を行います。右膝を曲げていきましょう。右のかかとを左の太ももの付け根に付くように。難しい方は膝下でもいいですね。 くるぶしのあたりでも大丈夫です。可能なところでバランスをとっていきます。この姿勢で準備ができたら、両腕を持ち上げていきましょう。肩の高さで手のひら内向き、頭上の目で、ナマスカラムドラ。目線は正面一点を見つめていきます。3呼吸から10呼吸、気のポーズ。 それではゆっくりと両腕を下ろしていきましょう肩の高さで手のひらを下向き両腕を体の横へコントロールした動きで行っていきましょう上げ足を下ろしていきますそれでは今度は反対側左の膝を曲げていきましょう左の足右足のかかとの、えー、太ももの付け根に置いていきます それでは両腕を持ち上げていきましょう頭上の上でナマスカーラムダラ背筋を伸ばし胸を開いていきます伸ばしている足膝なるべく伸ばしておきましょう集中力の向上バランス力を向上していきます 呼吸ととともにとどままっていきます。呼吸を感じながら姿勢にとどまっていきましょう。それではゆっくりと両腕を下ろしていきます。肩の高さで手のひらを下向き、両腕を下ろしていきましょう。上げ足を下ろしていきます。立位の姿勢で休息をとっていきましょう。リラックス。 それではパールハスターサナの実施を行います。両足5センチほど開いて立地の姿勢を取っていきましょう。手と足の姿勢、息を吸いながら両手を頭上の方に持ち上げていきます。振りに上がある方、前曲げを行わないようにします。息を吐きながら前屈の姿勢を取っていきましょう。両手可能であれば足の横床の上に置いておきます。背筋を伸ばし、首はリラックス。 呼吸とともにどまっていきましょう。なるべく膝を伸ばしておきます。感覚を感じながらとどまっていきます。可能な方は頭を膝の方に近づけていきましょう。それでは両腕を頭上の方に伸ばしていきます。息を吸いながら上半身を出していきましょう。 手のひら内向き、息を吐きながら両手を戻していきます。肩の高さで手のひらを下にし、下ろしていきましょう。リラックス。それではアルダチャクラアサナの実施を行います。立位の後屈の姿勢です。目眩のある方、心配な方、壁を使いながら行っていきましょう。 それでは5センチほど、えー、足を開いていきます。両手を腰の後ろに持っていきます。4本指、腰の横、親指、腰の後ろに持っていきましょう。肘をなるべく内側に向けておきます。胸を大きく開いていって、ゆっくりと頭、腰の上、上,上半身、後ろに反っていきましょう。呼吸が止まらないように。 それでは、息を吸いながら、下半身戻していきます。吐きながら、両手を戻し、リラックス。猫背になりがちな日常で、少しこういう姿勢を取り入れていくといいかと思います。それでは、トリコードアーサナ、三角のポーズの実施を行います。両足を適度に開いていきましょう。 目安は正三角形になるように。座骨神経痛のある方、強い腰痛のある方は行わないようにしていきます。息を吸いながら両手を肩の高さに持ち上げます。手のひらを上にし、右足を90度外側に向けていきましょう。ゆっくりと上半身、右側に倒していきます。右腕、左腕が一直線。顔を天井の方に向け、 目線左の中指先へ目線も固定していきます体も静止した状態アーサナーにとどまります3呼吸から10呼吸なるべく膝を伸ばしておきましょうそれでは目線顔を正面に 息を吸いながら、上半身を起こしていきましょう。足も戻していきます。それでは、反対側、左足を90度外側に向けていきましょう。ゆっくりと体、左側に倒していきます。顔を天井の方に向けて、目線、右手の中指先へ。足の裏全体が床についているようにしましょう。 膝をなるべく伸ばしておきます。三角の姿勢、足と手で三角形を作っています。この姿勢にとどまります。腰の強化、扁平足の改善にも効果的な姿勢です。それでは目線、顔を正面に。息を吸いながら、上半身を回していきましょう。 左足も正面に、手のひらを下にし両料で下ろしていきます。両足を揃らえていきましょう。三つの姿勢でリラックス。完全に脱落。朝、まあの一つ一つの効果を感じていきましょう。肩回り、背骨、腰回り、足に感じる感覚。 それではゆっくりと腰を下ろしていきましょう。後ろの朝の座位の急速な姿勢で休んでいきます。両足を適度に開き、足先を外、かかとが内側。両手、体の後ろに置いておきます。座位の姿勢で完全にリラックス。 呼吸を感じていきますそれでは今一度上半身起こしていきます両足を揃え両手体の横へ指先が前に向いた状態ですマドランサナ喫傷の姿勢の実施を行います座骨神経痛のある方え注意していきます両足裏をつけていきましょう両足をご自身の体幹部の方に近づけていきます 両手を組んで足先を保持足を体幹の方にさらに近づけていきましょう頭首胴体が一直線一番大切ですこれが整った状態で可能な範囲で膝を床に近づけていきましょう手側床と平行目を軽く閉じて意識を鼻先に持っていきます鼻先の空気の流れ そこに生じる感覚を感じていきましょうそれとともに内側の体の感覚を感じながらとどまっていきますバドラーサンな瞑想にも使われる姿勢です体が静止しそして心も静止していきます 心が穏やかになっていきます。ゆっくりと目を開けていきましょう。両手を離し、両足を伸ばしていきます。在のせいでリラックス、ビシュラーマーアーザナー緊張の入った足、腰回り、緊張を抜いていきましょう。リセットをしていきます。 それでは、今一度、上半身を起こしていきます。両足を揃え、両手、体の横、指先が前。バジラーサナ、正座の姿勢をとっていきましょう。片方に体重をかけて、反対側の足、膝を曲げていきます。反対側も同様に。かかととかかとの間にお尻がある状態。親指と親指がついた状態。両手を太ももの上、膝の近くに置いておきましょう。 頭、首、胴体が一直線。顎はいかと平行、目を軽く閉じてリラックス。意識を鼻先に持っていきます。ヨーガッシュ、ッタ、ブリッジニーローダーハ心の働きを止めていくのがヨーガの実習です。常に感覚を感じながら、 集中を体の内側に持っていきましょうそれではアルダ・ウシュトラーサナの実習を行います膝立ちの姿勢を立っていきます膝や足首に痛みのある方注意をしていきましょう高血圧・心肢患のある方も注意をしていきます壁を使って後屈を行っても大丈夫ですそれでは両手を腰の後ろに持っていきます手の指先床の方に向くように 肘を内側に向けておきます。ゆっくりと上半身、口屈していきましょう。無理のない範囲で。呼吸が止まらないようにしていきます。胸を開いていきましょう。ゆっくりと戻っていきます。一度手を下ろし、腰を下ろしていきます。バジラーサナの姿勢。 それでは、ユストラーサナの姿勢を行います。今のあるダウストラーサナ、繰り返していただくか、可能な方はもう少し難しいポーズを行っていきます。それでは、今一度、膝立ちの姿勢をとっていきます。足の甲を床でもいいですし、足先を床にしていただくと少し簡単になっていきます。両手をかかとの上に置いていきましょう。胸をしっかりと開いて、 可能であれば、なるべく太ももと床が垂直になるように。頭も後ろに倒していきます。呼吸が止まらないように。3呼吸から10呼吸。呼吸機能を向上してくれます。ゆっくりと息を吸いながら戻っていきましょう。息を吐いて、両手を体の横へ。足の甲を床、腰を床に下ろしていきます。 かかとの上に下ろしていきます。リラックス、緊張を抜いていきます。今の体の感覚、呼吸の状態感じていきます。呼吸が少し上がって見える方もいるかもしれません。それではしゃしゃかアサナの実施を行います。 前一度、座右の姿勢、バジラーサナの状態、確認していきます。それでは、両膝を適度に開いていきましょう。かかととかかとの間にお尻がある状態、親指と親指がついた状態。両手を膝の間に置いていきます。ゆっくりと前屈の姿勢を取っていきましょう。 頼み方は、顎もしくは引きたいを床につけていきます。しゃしゃかさなうさぎの姿勢。ストレスの解消にとても良い姿勢です。日常的に行うようにしていきましょう。呼吸とともにとどまっていきます。腰回りの感覚。胸回りの感覚。 ご自身の呼吸とともに感じていきましょう。呼吸と体の感覚、同時に感じていくことで、徐々に体と呼吸が同調していきます。ゆっくりと息を吸いながら、上半身戻していきましょう。 両膝を揃えていきます。バジラーサナの姿勢でリラックス。それでは、一本ずつ足を伸ばしていきましょう。今一度両足を伸ばしていきます。両足を揃え、背筋を伸ばし、両手体の横へ。 ダンダンサナ準備の姿勢を整えていきますバクランサナねじりの姿勢の実施を行います腰痛のある方注意をしていきますヘルニアのある方も注意をしていきましょう右膝を曲げていきます右手を体の後ろに持っていきましょう背筋をなるべく伸ばしていきます左腕を肩の高さに持っていき右膝の外側にかけていきます では床の上もしくは土不末を保持吸う息とともに背筋をぐーっと伸ばし吐く息とともに背骨を右側にねじっていきましょう最後に顔も右側にねじっていきます最終のポーズ3呼吸から10呼吸とどまっていきます余分な緊張を抜いてとどまっていきましょう フライアトナーシャイタリアアナンタサマーパティビャン余分な努力を緩め感覚に心を向けていくヨーガの基本になっていきますゆっくりと顔、背骨を正面に戻していきます両手を戻していきましょう曲げた足を伸ばしていきます 一つ一つの動作、段階的に丁寧に行っていきます。反対側、左の膝を曲げていきましょう。左手、体の後ろ、右腕を肩の高さに持ち上げて、左の膝の外側にかけていきます。床の上、もしくは土踏まずを保持、息を吸って背筋を伸ばし、吐きながらねじっていきます。 背骨の感覚、注意深く感じていきましょう。脊柱起立筋の柔軟性。椎間板の健康も向上していきます。自律神経も整えてくれます。緊張を抜いた状態で整っていきましょう。ポーズが思うようにいかなくても考える必要はありません。 ただ、そこにとどまって感じていきます。それでは、ゆっくりと顔、背骨を正面に、両腕を元の位置に戻していきましょう。曲げ引き、足を伸ばしていきます。ビシュラマーサナで一度リラックス。 背骨の感覚を感じながらとどまっていきましょう今の自然な呼吸胸の感覚腹部もリラックスした状態体の内側が徐々に徐々に整っていきます ホメオスタシスが向上していきます。それでは、今一度上半身を起こしていきましょう。両足を揃え、両手体の横へ。今一度バジルーサナの姿勢をとっていきます。膝を1本ずつ曲げていきましょう。膝や足首に痛みのある方へ十分注意をしていきます。 クッションなどを使ってていいただいても大丈夫です。それではウッターなマンドゥッカーサな伸びたカエルの姿勢両膝の間隔を空けていきましょう。かかとの間にお尻を置いておきます。なるべく親指がつくようにしていきましょう。それでは両腕を頭上の方に持ち上げていきます。背筋しっかりと伸ばして胸を開いて右手を左の肩甲骨の上。 左手を右のの肩甲骨の上に持っていきます。胸を大きく開いて、顎は床と平行、目を軽く閉じて、今一度鼻先に意識を持っていきます。呼吸を感じて、そしてご自身の体を感じていきます。この姿勢で一番安定する場所、そんな場所にとどまっていきます。 ご自身一人一人のアーサナ今日のコンディションで一番安定して快適に感じる場所とどまっていきます胸の感覚腹部の感覚呼吸とともに動くかすかな動き感じ取っていきます それでは、ゆっくりと両肘を伸ばしていきましょう。両腕を下ろしていきます。両膝を揃えていきましょう。マジラーサナの姿勢に戻っていきます。それでは、うつ伏せの姿勢を取っていきます。うつ伏せの姿勢を取っていきましょう。うつ伏せの姿勢。適度に両足を開いておきます。 足先が外、かかとが内側。両手は手のひらを重ねていただいてもいいですし、肘と肘を持っていただいても大丈夫です。もしくは伝統的なマカラーサナの姿勢、肘と肘を重ねて、手を肩、そして脇の方に持っていっていただいても大丈夫です。ご自身の心地よいマカラーサナの姿勢、うつ伏せの急速な姿勢をとっていきましょう。完全にリラックス。 肩周りの緊張も抜いていきます。目、頬、顎もリラックス。手を重ねている方は、額、もしくはどちらかの方法を手の甲の上に乗せておきましょう。それでは、アーサナの実習を行います。両足を揃えていきましょう。 両手を頭上の方に伸ばしていきます。ブジャンガーサナ・コブラのポーズ。軽く息を吸って、両手の指先から足先までぐーっと伸ばしていきます。吐いてリラックス。両手を胸の横に持っていきましょう。肘が天井の方を向いているように。もう一度両足を揃え、恥骨を少し床に押し付けます。顎を床に持っていき。 ご自身のペースでゆっくりと上半身持ち上げていきます。おへその高さまで持ち上げていきましょう。肩の緊張を抜いて。可能な範囲で顎を少し持ち上げていきます。首の後ろの緊張感、背部の緊張感。余分な緊張をなるべく抜いて。 最終のポーズにとどまっていきます。3呼吸から10呼吸。内側で感じる振動。感じながらとどまっていきます。ヨーガスットラのアンガメジャーヤトバ。なるべく緊張を緩めながらとどまっていきます。 同時に心の緊張もほぐれていきます。ゆっくりと戻っていきましょう。また、ラーサナの姿勢でリラックス。完全に脱力。背部の緊張を完全に抜いていきましょう。 それではシャラパーソナの実施を行いますバッタの姿勢両足を揃えていきます両腕体の横手のひらが下腰痛、強い腰痛のある方行わないようにしていきます力内障のある方注意をしていきましょう顎もしくは額を床に置いておきます両足もう一度揃えゆっくりと両足持ち上げていきます

完全に脱力呼吸機能の向上にも効果的です腰足の筋肉を向上してくれます腎臓などの機能の向上にも良い姿勢ですでそれではゆっくりと両足を揃えていきます右腕を頭上の方に伸ばしていきましょう 左手、胸の横について左手で床を押し体を回転仰向けの姿勢を取っていきます仰向けの姿勢になったら一度リラックス両足を適度に開き足先が外かかとが内側両手も適度に開き手のひらが上緊張を抜いていきましょう 仰向けになった時の感覚の変化、そういったものを掴んでいきます。常に常に気づいている状態。自分が行っていること、内側で起こっていること。それでは両足を揃えていきましょう。両腕、体の横、手のひらが下。 セーツバンダーサナの実施を行います両膝を曲げていきましょう両足膝を骨盤幅程度に開いておきます届く方は足首をほ持じもしくはかかとのそば床の上に両手のひらを下にしておいておきますこの状態でゆっくりと腰を持ち上げていきますなるべく膝がかかとの上にあるように 胸を顎の方に近づけていきます。三呼吸から十呼吸保持していきましょう。胸周りの感覚、お腹周りのストレッチ。呼吸とともにとどまります。 ゆっくりと腰を下ろしていきましょう。両手を床の上に下ろしていきます。両足を揃え、膝を伸ばしていきましょう。コントロールしながら。急速な姿勢で休んでいきます。シャワーサナー。両足、適度に開き、足先が外。両手、体から適度に離し、手のひらが上。 全身がリラックスしています。それでは、ゆっくりと両足を揃えていきます。両手、体の横、手のひらが下。ウッター穴、パーダー、穴、足上げの姿勢の実施を行います。えヘルニアのある方、腰痛の強い方、注意をしていきます。もしくは行わないようにしていきましょう。 ゆっくりと両足を30度から45度のあたりまで持ち上げていきます腹筋の緊張感感じていきましょうなるべく膝が曲がらないように肩の緊張を抜いておきます顔もリラックス笑顔を維持しておきましょう3呼吸から10呼吸 ゆっくりと両足を下ろしていきます。コントロールした状態で、ぱらっと落ちないように注意をします。一度、緊張を抜いて、今度は、あるだ、ハラさない、90度の位置まで両足を持ち上げていきます。もう一度、準備の姿勢をとっていきましょう。 それではゆっくりと両足を持ち上げていきます90度の姿勢まで持っていきましょうなるべく膝が曲がらないように呼吸とともにとどまっていきますこの姿勢でなるべく余分な緊張を抜いていきます顔の緊張、肩の緊張 いらないところをどんどん抜いていきます必要なところだけ残しておきましょう体の内側の感覚にとどまっていきますなるべく快適で安定した姿勢ティラスカそれではゆっくりと両足を下ろしていきます コントロールしながら床に両足がついたらシャワーサナの姿勢で休んでいきます。両足が床についたときに起こる体の内側の変化、リラックスの感覚、そういったものを大切にしていきます。 アーサナ一つ一つを行った後にさらに緊張が緩んでいくそういったところの感覚を経験に残していきましょうそれではもう一つアーサナを行います両足を揃えていきましょう両手体の横手のひらが下小ばなむくたアーサナ両膝を曲げていきます 太ももをお腹の方に近づけていきましょう。両手を持ち上げ、すのあたりを保持、さらに太ももをお腹の方に寄せていきます。ゆっくりと上半身を持ち上げていきましょう。顎を膝の方に近づけていきます。呼吸が止まらないようにしていきます。 お腹周りの感覚、緊張感感じながらとどまっていきましょう。腰の周りの心地よいストレッチ。便秘の解消にも効果的な姿勢です。ゆっくりと上半身を下ろしていきましょう。両手を解除し、両足を下ろしていきます。ゆっくりと膝を伸ばし、 シャワーサナの姿勢で休息をとっていきます。両足、適度に開き、足先が外、かかとが内側。両腕、適度に体から離し、手のひらが上。背骨の延長線上に頭があります。全身、完全にリラックス。アーサナの最後のシャワーサナ。 屍のポーズ体の緊張が緩み心の緊張も緩んでいますただ気づきは失わないように内側の感覚を感じ続けていきましょう両方の足先足首から膝 膝から太もも完全に脱力両方の手の指先手首手首から肘肘から肩完全に脱力体幹部に行きます腰回り 背中の中央、肩甲骨周り、さらに緩んでいきましょう。肩関節のあたり、首の後ろ、後頭部、頭頂、額、眉毛、目、頬、顎、 口の中、舌の奥、喉元、鎖骨のあたり、胸周りの感覚を感じていきます。胸周りのかすかな動き、お腹周りの感覚を感じていきましょう。息を吸うときに持ち上がり、 吐くときに沈んでいきます。お感覚にとどまっていきます。吸う時に持ち上がり、吐くときに沈んでいく。そして吐いた後の一瞬の間、静止の時間、そこをつかんでいきましょう。静止の後にまた再び息が吸われてお腹が上に。 ご自身の呼吸のリズムとともに感覚をつかんでいきます毎日行うことで徐々に慣れていきます全身の感覚を今一度感じ鼻先の感覚感じていきましょう今の自然な呼吸 それでは両足を揃えていきましょうゆっくりと両腕、体の横を手のひらが下右腕を頭上の方に持ち上げていきます左膝を曲げていきましょうゆっくりと体を右側の方に回転させていきます横向きで少しリラックス 手と肘のサポートを使いながら、ご自身のペースでゆっくりと、座位の姿勢をとっていきましょう。呼吸法の実習のための座位の姿勢をとっていきます。アーサナの実習、スティラスカアーサナ。どんな姿勢をとっていても、安定し快適な姿勢、それが一番重要です。 ご自身にとっての快適な姿勢をとっていきましょう。頭、首、胴体が一直線、両手、膝の上。顎は床と平行、目を軽く閉じていきます。余分な緊張を抜いて、内側の感覚にとどまります。できれば鼻先の呼吸に。 ドバンドバアナビガータハアーサナをこのように行うと心の中の葛藤が消えていきます。これがプラナヤマエの準備となっていきます。カパラバーチの実施を行います。早い呼吸、えー、お腹で息をお腹に緊張を入れて息を吐いていきます。40回のカパラバーチの実施を行っていきましょう。 軽く息を吸って。始め。最後吐ききって、静止。 間の,間の間の時間を必ず取っていきます。二回目息を吸って始め。 内側の感覚を感じていきます足の指先手の指先額のあたり3回目息を吸ってはじめ パラバーティーナートの静寂にとどまりますナーディーショーダナプラーナヤマの実施を行いましょう両手ひの上でギャンナメドラ片鼻呼吸法左から吸って右から吐く右から吸って左から吐くこういった呼吸を繰り返していきます今日は5秒5秒で行っていきます 右手、顔の前に持っていきます。人差し指と中指を折り曲げて、プラウナーマムドラを取っていきます。親指を右鼻のそば、薬指小指左鼻のそば。まずは親指で右鼻を閉じていきます。左から軽く吐いて、左から吸っていきます。1、2、3、4、5、指を変えて、吐く、1、2、 三、四、五、六、七、八、九、十。右から吸って、一、二、三、四、五。指を変えて、左から十秒でいきます。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。左から五秒。 12345 1指を変えて右から10秒12345678910右から5秒12345指をかえて左から10秒で吐きます2345 5、6、7、8、9、10あと1ラウンド左から1、2、3、4、5指を変えて右から10秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10右から5秒で吸って1、2、3、 3 4 5指を変えて左から10秒1 2 3 4 5 6 7 8 9 10右手を下ろし静止ナーディショーダナの後の自然な呼吸 シバーサプラシバーサヨガジビチェダハプラナヤマハコントロールした後の自然な呼吸それが徐々に静まっていきますプラナヤマシータリプラナヤマの実施を行います冷却の呼吸 下を丸めて、下の間から息を吸っていきます。その後、下を口の中に戻し、鼻から息を吐いていきましょう。難しい方は、口すぼめ呼吸で行っていきます。それでは、可能な方、下を外側に出していきます。筒状にして、5秒で吸っていきます。1、2、3、4、5。下を口の中に戻し、鼻から、1、2、3、4、 5 6 7 8 9 10 2回目一緒に行いますしっかりと吸いきって下を戻し鼻から吐いて2345678910胸周りの感覚を感じながらもう一度下を出して。 吸って、下を入れて、吐く、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、リラックス。プラマリ、プラナヤマの実習を行います。息を両鼻から吸って、ハミング音を出しながら、息を吐いていきます。 一度行っていきましょう。両鼻から息を吸って。ハンングを出しながら吐いていきます。うーん。うーんの葉音のような音を出していきます頭。頭蓋の方に響かせていきましょう。2回目、息を吸って。 できたら、吐いていきます。もう一度息を吸って。吐いて。うん 消しシャンマキムドラをつけていきましょうメガネをかけている方は外していきます五感を制御するという意味合いを持っています人差し指をまぶたの近くに持っていきますまつげの付け根あたりにそっと添えておきましょう視野を制御していきます四角を閉じていきます 鼻のそばに中指を置いていきます。鼻は閉じないように注意をしていきます。薬指をく唇上唇の上、小指を下唇の下に置いておきます。最後に耳を閉じていきますが、その後にブラーマリー、ご自身のペースで3ラウンド行っていきましょう。一応インストラクションも入れますが、聞こえなくなるかもしれません。それでは、親指で耳を閉じて、息を吸って、 できたら、はやいていきましょう。うんうんもう一度、息を吸って。うーん ラストを息を吸って丁寧に,両手に。両手を膝の上に下ろしていきます。プラナ山の実習によって、感覚器官が制御され、 心が自然と内側に向いていきます。瞑想の実習の入り口にいます。ディアーナの実習。両手、体の中央でディアーナムドラ。左手の上に右手を重ねていきましょう。親指の先、つけておきます。頭、首、胴体が一直線。顎は床と平行。 一度意識を鼻先に持っていきます体の緊張を抜いてここで少し顎を上に向けていきます意識を眉間の方に持っていきましょう眉間の感覚を感じていきます 呼吸の意識とともに眉間に起こっている感覚感じていきましょう。一点集中ダラナ。目の緊張を抜いて、顔肩もリラックス。 未間一定の感覚にとどまっていきます。そこにある心地よい感覚。それがずっと続いているような状態。それがディアーナ、メディテーションの状態です。バールタマプラニルバーサン、スワルパスニャイバーサマーディヒ。 その先にあるサマーディ、ヨーガのゴールですまるで自分の心がなくなったかのような感覚の実が残っている状態心の動きが止まっていくそれがヨーガの実習です それではゆっくりと意識を鼻先に戻し、顎を元の位置に戻していきます。今日一日も皆さんにとって良い一日になりますように、3回のオウムチャンティングで終わっていきます。胸の前で合唱。心地よく息を吸って。おー。 きょうしてお。3回目お シャンシャシャンシャシャンシャ,ンシャンそれでは両手を擦すり合わせていてください温まったらお顔の方に当てていきましょうそれでは皆さん本日ご参加いただきありがとうございましたちょっと時間が過ぎてしまってすみません良い一日を送っていってください ありがとうございました。ら、がとうございます。た。ありがとうございます。ありがとうございました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 。ありがとうございます皆さん良い一日をありがとうございました。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 ですけど先生寝いました。 ありがとうございます。<laughs> <Thank you. S 1> はい、リラックスしていただけきたい方です。はい。ありがとうございます。は終わります。はい、ありがとうございます。